皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。今日はね、あの目がすごいゴロゴロします。もうこっちの目がもうゴロンゴロンゴロゴロね、花粉がすごいですね。天気も非常にいいです。で今日もあのいちご狩り後のハウス収穫です。今日はこの格好を見ていただいて分かる通りめちゃくちゃ暑いです。昨日とは打って変わってって感じですね。暑い。まあとりあえず取っていきましょう。行きましょう。てか本当に目がゴロゴロ、やばい。コンタクトしてるんですけどね、コンタクトがマジ取れそうですよ。すごく本当に取れそう。ゴロゴロしてて、あーやばい。なんか変な顔してる感じになっちゃうね。なんかこうなんか回ってる。よし、今日もお客さん来ていただいたんでね、このハウスも本当に早いですよ。ほとんど鳴ってない。本当に見ていただいても分かる通りなんか鳴ってないよね。綺麗に食べてもらったから。真ん中はもう取っちゃったんだけど、真ん中はこんな感じで今取っております。この真ん中の列がやっぱ鳴ってるけどさ、このさ真ん中以外のとこってやっぱ意外とねもう食われちゃうんだよね。全然乗ってないもんね。でしかも今日はめちゃめちゃハウスの中が暑いんで、なんかイチゴもすんごい柔らかい、ペトーっていく感じ。なんかで完熟しちゃってるやつは本当になんかもうなんか傷む寸前みたいな感じだね。急に暑くなったりってか、今日朝から暑かったもんね。花粉も飛んでますよ多分。こんだけ暑いと風も吹いてるからすごいんだもん。いっぱい取れる。この草たちがね、草たちも生い茂り始めるからね、早めに排除しないと草だらけになっちゃうから。もうそれ全然さ、このイチゴ始めて収納したばっかりで、こう毛じゃないや、あのこう草入るじゃん。この草にもう除草剤かけようと思ったもん。でも除草剤かけたら、今思えばさ、除草剤かけたらさ、イチゴも腐るよね。だからダメになっちゃうよね。そうなんだ、かけらんないんだよね。だからイチゴは大丈夫なさ、なんかさうまいことさある除草剤とかあったらいいよね。そしたらちょこっとかければそのこういう除草剤ってかその何雑草だけは大丈夫みたいなね感じになるんだけど、そんなうまい話ないか。なんなんだろうね、この間がこうひょっこり出てくるんだよね、ひょっこりと。びっくりだ。よいしょ、いい感じですね。こんな感じで本当に今日は少ないです。素晴らしい。なったのはおりません。ほらまたここにも生えてた。何これ狭いとこ好きすぎでしょ。もうちょっとさ広いとこで生えればいいのにね。なんでこういう狭いとこ生えるかな、謎じゃない。すごいよすごいよ、こういうの狭いところにポッポッと生えてくる。少しでも見えたらすぐ取る。少しでも見えたらすぐ取る。ポッ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 。すごい。いやいやいや、取れますよ本当に。
いや、めちゃめちゃ暑いんだって、本当に。これね、暑いよね。暑い。暑いよ、本当に。今、時刻とりあえず3時なんですけど、なんかめちゃくちゃ暑いもん、本当に。今日もね、お客さん、インスタ見たお客さんが来てくれて、本当にありがとうございますって感じです。あ、ストレッチの、やっぱり、あの、インスタがみんな見てるね。あんなことやるやついないのかな、やっぱり。あんなこと。いないか。でも実は、あのストレッチみんなやってるんじゃない、密かに。やってないのかな。やってないか。よし。いや、うわ、奥の方ちょっと鳴ってるかも、やっぱり。こっちの奥に行けば。手前って食われてる印象あるけど、奥ダメだね、やっぱり。奥残ってるね。よいしょ。例えば皆さんは寝てるときに何かにうなされたことってあります？ありますか？僕は昨日ね、なんかね、もうめちゃくちゃ怖い夢というかうなされてね、まあ、お化けに襲われるような感じで、もう本当にもう襲われたかと思いましたよ、本当に。っていうのもなんか暗闇をこう歩ってて、道路歩ってて、夢の中ですよ、夢の中で歩ってたら、急になんかお化けになんかね、体を掴まれて、もう半がいじめ状態、こんな感じみたいな。で、動かしたいんだけど動かせない、これ夢の中で、はぁっつったら、なんかね、本当になんか現実も喋ってたみたいな。やばいよね、びっくりしたんだよ。俺本当にお化けだと思ったもんね、本当に。もうマジでやられると思った。でもさ、やっぱ夢の中でもさ、やっぱあれだよね、もうなんか負けてられないっていうかさ、ほんと嫌だなと思うんだろうね。もう必死に抵抗しようとするわけで、抵抗しようとしても動かないの、体が。なぜか面白いよね、あれってね。何なんだろうね、普段やっぱ疲れてると来るのかな、やっぱりね。まあ基本的に怖いのは嫌いだからね。皆さんも多分そういう経験あると思うんですよね、金縛りっていうのは。いやー、でもまあまあ食べられたね。ちっちゃいのしかないわ。わあ、大きいのは出てるね。こんな大きい、この雑草くん。はい。では、とりあえず、ここの位置で取り回りました。まあ、真ん中取り合ってるから、ここも取り合って。あと、ここと、ここ。だけですね。あともう少しです。僕の額の汗が、スポーツをしたかとかってぐらいに、やばいかと思います。これが、農家の苦しみ。熱いです。最高。ではね、明日も、動画またご覧ください。明日もよく晴れると思うんでね、一応狩り。来れる方は来てください。お待ちしております。ではまた。